吉谷さん、昨日はですね、人をお招きして、対談ライブをしていたんですよ。 YouTube ライブで2時間半ぐらいかなやりまして、お話は尽きなかったんですけども、この方はですね、速稼塾の正式な塾生ではないんですよ。ただ私の動画をずっと見ていて、そのまま素直にやるとやったら、それで生活できているというね。で、非常に速稼塾には感謝してくれているんですけども、こういう、例もあるんですよね。私はそういうのもね、ある意味速稼塾に刺激になるなと思って、それはいいことだと思ったんですよ。で、彼はですね、やっぱりこう私とのやり取りを通じて、動画がね、1日1つ絶対アップロードするぞっていうふうなね、そんな目標で YouTube を始めたらしいんですけども、私とのやり取りを通じて毎日動画のアップロードって1個じゃないんだっていうね、もう10個も20個も出すんだって形だったんですよ。で、インターネットで暮らす上で自分がどれだけ無料コンテンツを残すのって非常に大事なことだと思うんですよ。で、やっていくうちにどんどんね、質が高まっていったりとか、どの方向性でやると自分の動画を受けるのかってことがつかめていくんですよね。でも1日1個だと分かんないですよ、これは。1日1個で多くの視聴者に選ばれるっていうのは、1日1個ずつのこの動画のペースがかなりね、いいものであり、自分の分析能力も高いってことになっちゃいますけども、やっぱりね、我々は普通の人ですから、謙虚にたくさんやらないと見えてこないんだっていうふうに感じた方がいいですよね。で、しかも長い時間をかければいいってもんじゃなくて、それこそね、3年とか5年かければ、やっぱりね、動画の1000本とか2000本できると思うんですよ。ただやっぱりトレンドが変わっていったりとか、多くの視聴者さんのニーズが変わる中で、そんなことやったらね、もう全然間に合わなくなっちゃうんで、視聴者さんが1ヶ月で1000人増えたなと思ったら、その1000人の方に向けてプロモーションもしないといけないですし、次の月に300人増えたなと思ったら、今度は300人に対してのプロモーション、要するに今この瞬間どんな動画を受けてるのかってことを自分なりに分析して、その延長線上の商品をやっぱり提供していくっていう、その繰り返しなのかなと思うんですよね。もちろんね、自分の発信するものは変わっても、自分の提供する商品は変わらないっていう仕方もあると思いますしね。どちらにしても、動画でのプロモーションするわけですから、 YouTube のアップロード本数が少ないっていうのはね、もうこれ話にならないですよね。そういったことで、昨日の対談をしてくださった、方もね、1年間で1000本ぐらい上がって、合計で2000本近くなりましたみたいなこと言われてて、多い方ではないんだろうけども、そのぐらいをやらないといけないかなっていうところだったですね。私もね、1年間で1000本とか言って、これ多いとはもうすでに言えないんですよ。1日3本でしょ。1日3本で YouTube やってますみたいなことはね、なかなか言えないかなと思いますよね。ちょっと前だったら違ったんですけどね、さすがに2013年当時っていうのは1日1本でも大したもんだなと思ったんですけども、時代は流れて1日1本程度動画を出す YouTuber なんてもう腐るほどいるんで、そんな中で光ろうと思ったらね、1日1本とかじゃダメですね。で、1本1本が続きものとかテーマになってるのがいいかなと思うんですよ。次を見ようと思ってチャンネル登録してくれてると思いますしね。だから、私もね、様々なコーナーやってますけども、ある特定のコーナーについては、本当視聴者数がガクッと落ちて、ある特定のコーナーについては安定的なアクセスがあってみたいなことね、完全に分かれてきますよね。そうすると、アクセスの高いものに対して商品を売るっていう行動もできますし、ただね、アクセスの低いやつも安定してアクセスがあるってことは、多分同じ人が見てるんだろうなと思ったら、その延長線上で売る商品にも変わってくるということで、結構ね、戦略は立てやすくなってきたかなと思うんですね。この立てやすいってのは何でかっていうと、やっぱり数やってるからなんですよね、きっとね。というところで、いつもと同じ、オチになります。やりましょうということですよね。下手な鉄砲数打ち当たると言いますけども、下手でも上手でも数打ってるわけですよ。プロでもたくさんやってるわけですよ。いってらっしゃい。